久保さん、なんか大悟さんが炎上してるらしいじゃないですか。大悟さんね、僕あんまり好きじゃないんですよね。<laughs> なんかね、あの、うーん、うん,なんか、なんか好きじゃないです <laughs>、うん。まあ、好き嫌いってあると思うんで、 まあその好き嫌いを言うか言わないかですよね、単純に <laughs>。例えば、ピーマンが嫌いですって言うのか言わないのか、ただシンプルにそれだけじゃないですかね。うん。だからそれを、あの、なんだろうな。うん。素直にそう思っていることを言っちゃうと、なんだ、どうなんだっていう、 社会の風潮うん。でそしてその言ったことに対してまたこう被せていくっていうねインターネットあるあるアクセス集めるっていうこのかぶせ技でどん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 広まっていくっていうねだから僕はあの何が正しくて何が正解で何が悪いのかっていうのは僕は一つだと思います。 僕は、僕の中では、人を殺してはいけないっていう、ただそれだけですね。うん。なんで殺してはいけないのかっていうと、この明確な理由があって、殺さなくても人は死ぬっていう。それだけです。わざわざ死ぬものを殺す必要はないと。っていうのが僕の哲学ですね。一つ悪いことがあるとするならば、人を殺めるってことですね。うん。で、なぜなのかっていうところはそういうところで。まあ、それ以外なんかね、 あんまないですね。うん、なんか、悪いとか、いいとか、正解とか。うーんでこの、この、この話に関しても、まあ、歴史上ですよ。まあ、たまに僕言うんですけど、まあ、特攻隊の話とかも出ますけども、まあ、過去はね、人を殺したら、あの、正義だったわけですよ。なんかね、この前、その、僕、ちょっと見たんですけど、80年前だったかな。あの、 あのー、真珠湾だったかな真珠湾の、なんか、まだ100歳ぐらいでいい生きてた人がいて、ね、インタビューされ、なんかやってたんですよ。YouTube 見たんですけど。真珠湾攻撃だったかな真珠湾攻撃だったかなあ、そう、真珠湾攻撃80年目。そう、昨日、昨日かおととい見たんですよ、これ。 綾瀬はるかさんの真珠湾攻撃80年目の証言ってやつでこれでそのまだ生きてる人がいてでこのおじいちゃんが言ってたのが103歳の方ですね言ってたのが、まあ、人を殺そうとは思ってないとで、まあ、単純にその軍艦をこうて撃沈するっていう、まあ、そういう感じだったっていうなんかことを言っててでもその,あのその一撃でね まあ、アメリカ人の方がだいぶ死んだと思うんですけど、うん、まあまあ昔はねこれでそのなんだそのなんか日本の昔の映像も映ってたんだけどもまあそのせなんだ敵陣を倒したみたいな感じでパレードというかねお祭り騒ぎだったらしいんですけどどうですかね人を殺してお祭り騒ぎになるんですよ昔80年前。 何なんでしょうかねだからまあ何が正解で何が正しいのなんかはこれは本当は歴史とか社会のそのあれで変わっちゃうんでだから何が正しいのかなみたいなそもそも論としてだって人を殺してパレードしてるんですよどう思いますかこれまあ今の常識だったらどうなのっていうところはあるでしょうし昔の常識だったら 本当にパレードでしょうね。敵人を殺し、あの敵人をやっつけたみたいな話で。でもそこは事実としては人が多く、アメリカ人の方が多く亡くなっている。だからどこの視点で見るか、アメリカから見たら、日本のそのやった行為っていうのは、奇襲作戦か分かんないですけど、あの、ね、その家族の方とかはね、いるし、だから特攻隊に関してもね、まあ、特攻隊側で見ると、なんか死んでった若者、かわいそうとかね、 でもしかも特攻隊でその敵陣から見ればそ,そ,そ,それも日本人に殺されたって話なんで結局その物の見方なんですよね結局はどっちの方向性で見るのかどう見るのかどうやるのかっていうそれによってはもう全然変わっちゃうんでんこれはねあの 哲学ですよね。だから自分の中で、あの、なんだろうな、自分の中の正義っていうのを、あの、ないと難しいのかなと思いますね。だからこの前、その自粛の時に、ローランドさんがね、かっこいい言葉を言ってたんですけど、自分の中の正義を守りたいみたいな話をしていて、その、なんか、あの、コロナの中ね、 あの店を閉める閉めめるないで結局閉めたんですよでその時になんかそのまあドキュメンタリーのこのインタビュアーの人が「ローランドさんどうなんですか?」みたいな「本当は?」みたいななんかそれで突っ込んでてでローランドさんがねまあいろいろあるけどなんかその自分の中の正義を守る守るっていうところであのなんだうんまあ閉めたみたいななんかそういう話をしてて。 すげえかっこいいなと思いましたけどね、それはねうん。自分の中にある正義って何なのかっていう。うん、やっぱいい言葉ですね、それは、うん。ちょっと痺れましたけどね。<laughs> そう。<laughs> うん、ただ社会が、社会の常識だったりとか、歴史だったりとか、いろいろその答えとか、えー、間違いっていうのは変わるんだけども、 でも、普遍的なもの、自分の内から出る、まあこれは億万長者合宿のき一つのキーワードでもあると思うんですけど、自分の内に秘めている正義、自分の、それは何なのかっていうね。うん。まあそれが正解でもないんだけど、それが大事なんじゃないかなと思いますね。うん。自分はこう思うっていう。うん。そう。いや、何が正しいんですかね、久保さん。 正解も正しいも、なんだろうな。みんななんか、あだこだ言うんですけど、人を殺すっていうことですら、パレードにもなれば、刑務所にも入るっていうね。うんなんかその、今日か昨日だったかな。その、なんか、これもニュースであったんですけど、なんだっけな。 あの首を刺したのかなそのなんか捕まったっぽいんですけど。うん。ね。昔、じゃあ、それが敵人のアメリカ人で首刺して殺してたら、刑務所捕まったのかっていう。多分刑務所に入らないですよね。うん。はい。まあ、ということで、タイトルはね、あの、まあ、だからこれ、自分の中で考える、もう哲学ですよ、こんなのは。 哲学。<laughs> 本当に <laughs>、まあ。いろんな僕勉強してね、あの、いろんなお客さんの悩みとか、いろんな話とか、いろいろこう聞く中で、もう最終的に自分の中の哲学を作るしかないなと。で、自分の哲学こそが自分を守っていく一つの大きな核となるものかなと。うーん、思いますけど自分の中の哲学ですね。内から出るもの。 うん、はいいってらっしゃい。